暗殺の現場についておくなんて危険よ話しかけるなお前に俺の何がわかるなんかそこから怪しい匂いがするわこれは盗聴ペンじゃねえか盗聴ペンを見つけるなんてさすが船見つけたのは俺なバカハゲに着以外で船のお祝いをしようこいつもハゲてんのに何言ってんだろう武器はスプーンか鉛筆かとまあいささかの野郎も今頃小説書いてるだろうよだく俺が活躍しすぎちゃうんじゃねえか 下牧生声でたわごと言ってんじゃねえぞうるせえよこのダミ子野郎どうやったらマスを追い出せるかどうやったらマスをこの世から追い出せるか黙れ手を組もうワカメ君何下僕生顔してんだケツの穴にどんぐりでも詰まったかいいや普通に一人暮らししてよみんなで住むのも国から与えられた仕事だ僕も限界だプーたとえ宇宙に逃げても地球に転送されるわおい分身俺のふりをして家で生活してくれ 普通に無理。俺今一人暮らしでめっちゃ楽しんでるからさ。毎晩女140人連れ込んでるぜ。ってことでじゃあな。